アイラは、朝日新聞出版が毎週発行する週刊誌である。正式には、朝日新聞ウィークリーアイラという。発行部数7万872部は、一般週刊誌において、SPA に次いで、業界第11位。創刊直後の1989年に、川崎球場の外野、ライトスタンドに掲げられた広告幕。 写真左上のスタンド宇宙館側にある1988年5月、同年の5月24日号として創刊。アエラとは、ラテン語で、時代の意図朝日新聞エクストラリサーチアナリシスの、太字部分を合成したものの意。日本初の本格的ニュース週刊誌を標榜し、創刊当初の広告見出しは、ライバルは、 朝日新聞ですで、初代編集長と当時の朝日新聞社長が握手を交わすものであった。紙面のフォーマットは、その週のニュースの中から、特に印象的なテーマを選んでカラー写真を織り込んで、掲載するビジュアル重視。政治的には、基本的に朝日新聞本誌同様のリベラル路線で、あるが、本誌と比較して、女性を取り巻く。 社会情勢や学歴に関する記事が多く、東日本大震災を呼び、福島第一原子力発電所事故以降は女性を呼び、子供をめぐる安全安心をテーマにした記事も増加している。女性ライターによる記事も多い。2009年4月、小中学生を対象としたアエラとして、月刊誌ジュニアエラが創刊された。また、 英語の語学月刊雑誌、アエライングリッシュ、アエラ増刊より、独立創刊した、機関誌、アエラウィズ・キッズ、その姉妹誌で不定期刊行のムック、アエラウィズ・ベビーもある。創刊号の表紙を飾ったのは、利根川進。創刊以来2016年3月28日号まで、続いたのが、写真家、坂田栄一郎による、表紙写真である。 同年4月18日号からは、蜷川美香が、表紙写真を担当。各界を代表する、有名人の顔が撮影されることが多い。マ画、ンアニメのキャラクターとしては、2003年4月14日号で、鉄腕アトムが、2015年3月2日号で、シャア・アズナブルが、同年8月31日号で、綾波玲が表紙を飾っている。 2014年8月11日増大号では、宮崎早岡のイラスト。2015年1月12日増大号では、セルジュブロック画のイラストが表紙を飾っている。また、ニュース写真が表紙を飾ることがある。2011年、東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所事故を受けて3月28日号の表紙に。 防塵マスクをつけた人物の顔のアップに赤い文字の見出し、放射能が来るを重ねたものを使用した。これに対して風評被害を助長する恐怖心を煽ってどうするのかインパクトばかり求めているなどと非難が相次いだ。同志はツイッターで謝罪を表明。産経新聞の取材にツイッターに掲出したコメントにある通りですと。 回答して、ツイッターでのコメントを持って公式コメントに変える、意向を示していたが、最終的に、同志公式サイト上での編集長、小木和春名義での謝罪を行った。また、このような危機を煽る報道姿勢に反発し、野田秀樹は、連載していたコラムを4月4日後をもって自ら、打ち切ることを表明した。2015年9月28日増大号の表紙は、 創刊以来初めて、今こそ、みんなの日本国憲法という文字のみが記載されたものとなった。また、表紙のアートディレクションは、戸田正しことぶき。電車の中吊り広告などに掲載される一行コピーが名物となっている。記事に掲載されたトピックに引っ掛けたダジャレとなっているのが特徴で、毎週どういうダジャレが掲載されるかを楽しみにしたり、週ごとの出来。 不出来をチェックする者も,もいる。それどころか自作のダジャレを勝手に投稿する人すらいる。なお、一行コピーは編集部の中から選考され、投稿されたダジャレが採用されることはない。選考過程やエピソードは公式サイト内のブログに掲載されている。1998年には、アイラ総監10周年を記念して、 それまでに発表された一行コピーとそれにまつわるエピソードなどを掲載した古宿だけ発想法は得ら一行コピーを出版した重大事件の直後はダジャレは封印される例えば2001年アメリカ同時多発テロの際は世界が言葉を失ったというコピーが代わりに掲載されたこの一行コピーは年間最後の号に一年分の一行コピーが 掲載されるのを除いて、本紙にはほとんど掲載されなかったが、2010年6月7日号から、目次に掲載されるようになった。2021年4月時点の編集長、片桐恵子。ありがとうございます。